はい、どうも皆さん、こんにちは。ハチナイト8チャンネルのナイトです。で、この動画が上がる頃にはですね、まあ皆さんに先にお伝えしとかないといけないんですけど、諸事情によってですね、投稿が数日間遅れる可能性があります。ご了承ください。はい、ということでね、今回ね、ダファックブームさんの作った、スキビリートイレ67パート4を見ていこう、やっていきたいと思います。いやね、もうほんと、ついに待望の67パート4が公開されました。でね、これ今前置きでね、撮ってるんですけど、今回の動画かなりやばいです。はい。もう67パート4マジでやばいです。皆さんまだ見てないよという方は見てみてください。さあ、ということでね、早速ね、私も67パート4、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。さあ、始まっていく。どうなるんだ？あ、これあれだね。67はパート3で、タイタンテレビマンがさ、ほら、サイエンティストを倒したとこから終わったよね。あ、タイカメ生きてる。いや、タイカメ生きてるのはマジで嬉しいね。タイタンスピーカーマン。なんて言ってんだ。え、これどうなるかだよね。ちゃんとみんな帰れるかだ。おお、え、おお、10万？え、10万軍団？は？え、ちょっと待って、これ。タイカメが何よりも一番心配なんだけど。お前もしかして戦いに行くのか？うわ、戦いに行くんだ。めっちゃ、うお！シークレットエージェント。どういうこと？サイエンティスト？え？え、ちょっと待って、マジでちょっと情報量多すぎ。今回。ちょっとマジで。これ記事もしかして。来たー。これ基地じゃないと入れるんだ。あ、ナイスラージスピーカーマン。わ、なんか後ろでめっちゃ G マンがレーザー放ってるし。あ、来たね、ブラックスピーカー、スピーカーマンも。あ、え、プランジャーマン。プランジャーマン生きてるじゃん。いやー、プランジャーマン生きてるね。マジで嬉しいわ。いや、これってタクシーだな。ラージスピーカーマンが。マジか。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとマジで。マジでちょっと今回情報量多すぎないか。いや、マジで多すぎるんだが、情報量。いやー、ちょっとねー、これ難しいぞ。じっくり何回か見てきていいですか。他の方の解説とかもちょっと見てきます。はい、ということでね、私ないとじっくり見てきました。ということでね、こっからはね、少し皆さんに解説とね、こっから少し振り返りをね、そして気になった点などを紹介していきたいと思います。ではね、早速見ていきましょう。で、ここはね、もうパート3とあんま変わらないんですよ。で、ここでね、ほら、タイタンテレビ、タイカメ生きてたね。タイカメ生きてたのマジで嬉しい。で、ほら、ちゃんとレンズ渡して。で、これ、なんて言ったかわかる？これね、逆再生にして、したら、英語で、逆再生にしたらね、まあ、英語で言ってるから、まあ日本語で言うんだけど、あれ、まあ簡単に言うとですね、ナイフ、私を刺さないでねって言ってるんですよ。はい、まあ47話でね、ほら、タイタンスピーカーマンが洗脳されてた時にタイタンテレビマンを刺したじゃないですか。まあだからね、めっちゃ気まずいんでしょう。気まずいかわからないんだけど、で、見ていきましょう、続き。で、これで続き見ていくんだけど、ほら、これ。じゃあ、Gマン軍団が現れるんだよね。これマジで衝撃だよね。で、この一番左にいるGマンに注目してほしいんだけど、あの、ダファックさんが結構前に出したトロールリークに、いたGマンが実現されてるんだよね。いや、もうこれも衝撃だったね。よし、続き見ていくんですけど、タイカメ大丈夫か。タイタンスピーカーマンはまだレーザーのコアとかで戦えるんだけど、ほら、これタイカメめっちゃ負傷してるんだよ。待って、これルックトゥーザレフトって書いてんだよね。これ左を見てって言ってるんだよ、シークレットエージェントが。シークレットエージェントがこんなに表されたの初めてじゃない。で、このルックトゥーザレフト、左を見てって言うとサイエンティストが現れるんだよね。これ
ロケット、ラージ、試練のラージカメラマンが追いかけるんだけど、で、これ。ほら。ほら、ラージスピーカーマンが、ほら、支えてるんだよね。で、そのおかげでみんな入れるんだよ。で、ほら、よく後ろ見てみてほしいんだけど、ほら、背景で G マンが戦ってるんだよね。で、めっちゃレーザー出してるんだよ。あれ、やばいよね、このレーザーの数も。絶対威力高いでしょ。で、見ていくんだけど、ほら、みんな見えた、今。で、今のはね、一番注目してほしい。はい、ってことでね、はい、皆さんにね、ちょっと注目してほしい部分をね、アップにするので、ちょっと見てもらいたいと思います。ここ。よく見てほしいんですよ。この左のシーンに注目してください。あ、ちょっと見えなかったかな。左のシーン。皆さん見えましたか？はい。ちょっとですね、まだ見えない。まだ見えないよって方がね、いるかもしれないんで、最後に一回だけちょっと止めるんですけど、ほら、ここ緑のバチバチあったじゃないですか。で、それをね、ほら、これ、ブルースーツカメラマンなんですよね、ここにいるの。で、そいつがね、謎の仕草をして消してるんですよ。この緑のバチバチを。まあ、このブルースーツカメラマンが完全に消したって、まあ、確証はないんですけど、このブルースーツカメラマンね、65話でポリススキビリーに見逃してもらったりとか、あと今まで生きてたりとか、あと65話で負傷してたのに、無傷で今ここに立ってるとか、いろいろ謎が多いんですよね。いや、だからブルースーツカメラマンってね、絶対何か裏があると思うんですよ。で、続き見ていくわけなんですけど、ちょっと戻しますね、元のサイズ。で、ほら、ラージスピーカーマンがやられるわけですよ。ほら、プランジャーマン生きてたね。これマジで嬉しい。で、ほら、みんながこうやってやってから抜くと、これ謎のスキビリーのシンボルマークですよ。で、これですね、このこれあれ、でもちょっと文字違くない？スキビリーじゃないじゃんと思う方いるかもしれないんですけど、これね、ギリシャ語なんですよ。これ他の方の解説とか見て、うわ、そういうことかって思ったんですよね。ギリシャ語で、スキビリーって書いてるんですよね。まあ、なので、ギリシャ語って、まあ今からだいたい2300年、2500年前くらいに使われていた文字なんですよ。なので、スキビリーって存在はまあ、昔から存在していた説がもうすごい、確証がありますよね。じゃないとギリシャ語で書く意味ほぼないですよ。ま、ということでね。はい。皆さんに見てもら、ここまで見てもらいました。いや、今回マジで情報量多いね。はい。ということでね、今回はね、ダファックブームさんの作ったスキビリートイレの67パート4を見ていきました。まだね、ダファックブームさんのチャンネル登録をしていないよという方はチャンネル登録を。そしてね、私ナイトのチャンネル登録をしていないよという方はチャンネル登録をぜひお願いします。そしてね、ベルボタン、高評価も忘れずに。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。